都市間高速道路における速度の経年変化に関する研究について紹介します。先行研究では平成15年から28年の14年間において都市間高速道路における交通性能が低下していることが明らかになっております。詳細として渋滞ボトルネックとなる39地点で QV 形状が大きく縮小しており また、自由流時速度や実現最大交通量といったものが経年的に低下していることが分かってきております。しかしながら、同期間においてどのようにそれらが低下しているのかというものは明らかになっておらず、また、観測される非渋滞時速度として通用ランク別の経年変化を示した研究はほとんどなく、速度分布の変化も明らかになっておりません。そこで、本研究では渋滞時速度、 が、えー、いつから低下しているのかを明らかにするとともに、えー、経年変化の要因を、えー、考察することを、えー、本研究の、えー、目的とします次に、えー、分析手法です、えー、本研究では、えー、分析期間を広げ平成8年から平成31年の24年間の車用感知機の5分間データを用いていつから非渋滞時速度が低下しているのかを、えー、明らかにします データ概要は車線別の5分間の全車両の平均速度と車種別の交通量になります。また、分析対象について、非渋滞時のデータを対象とし、分析対象地点の臨界速度となる時速60キロ以上を非渋滞として扱います。また、非渋滞時の交通用ランク別速度を集計し、これらの経年変化を分析します。その際に交通用ランク別に分類すること。 また、大型車庫に,位置別に分類すること、車線別、車線形に分類することとします。なお、これらの条件より速度が異なることが知られています。次に5分間データを用いた分析例について紹介します。各交通用ランク別に見た平均速度の経年変化について分析したところ、各交通用ランクで経年的な平均速度の低下が確認されました。また 平成15年前後で交通用ランク別の平均速度が低下し始めていることが分かりました次に交通用ランク別に見た速度分布の経年変化についてです交通用ランクの低い状態すなわち車両が他車の影響を受けずに走行できる自由流の状態について第一走行車線では全体的に低速走行に移行していることが分かりました また第二車線や追い越し車線についても全体的に低速走行に移行しているとともに本来は第一走行車線を走る車両が第一走行車線の低速を理由に第二走行車線また追い越し車線の方への利用へと移行していることが考えられます。 次に交通用ランクが高い状態すなわち他社の動きによる制約を受けながら走行する高速優位状態については低速走行するような車両が多くなり速度分布が低い領域にシフトしたと考えられます次に大型購入率に着目した速度変化の要因について考察します年別に見た大型購入率別の平均速度の変化について分析したところ 大型車混入率別で大目で大型車混入率が高くなるほど平均速度が低下し交通用ランクが低いところではその傾向が強いことが分かりましたまたその要因の考察について今回の分析対象地点である東松山インターチェンジ付近では大型車混入率が高いほど経年的な速度低下量が大きく特に大型車の経年的な速度低下があることが考えられます最後にまとめです 非渋滞時速度がが的にに低低下下しし平成15年前後かからら始めていることが明らかになりました、また希望走行速度で走行する交通用ランクであっても、全体的に速度分布が低い領域にシフトし、高い交通用ランクでは他社の動きによる制約を受けながら走行することから、速度低下の影響が大きいというふうなことが確認されました。 最後後にに今後の展望についてです車線別かつ各車用の通過時刻、車周別の速度を取得可能なパルスデータというものを用いて運転挙動、追従や車線変更、車灯時間といったものの変化の分析による速度の経年変化傾向の解明が求められます。またその際にデータを降雨時や非行雨時また 昼と夜に分けて分類し速度の経年変化傾向をより詳細に分析することが求められます。